村長ミュージックスタジオ。はい、皆さんこんにちは、村長です。ですね、今日は、世界的に有名なプラグインブティックさんという DTM のソフトのですね、販売などをしているショップさんですね、ネットショップですけれども、そちらの方が独自のブランドでやって一生懸命コマーシャルをしているステレオサーベージというですね、ステレオ感をすごくアップできるソフトがあるんですけれども、まあこれもまたですね、日本語の解説というのがあまりにもありませんでして、これを少しこうやってみたいと思いますが、まあ、個々の使うこの、まあ、どのノブを回せばどうなるというようなことはですね、まあ、またマニュアルの方にも、まあ、英語ですけれども、まあ、書いてあるので、僕としては、より素敵な効果の出るような使い方の部分を少しずつ、やっていきたいと思います。まずはですね、今日も先日から何度か使わせていただいてます、奥爺さんという方のレコーディングを少しさせていただいたデータでやってみたいと思います。まずはですね、ミックスはしてリバーブはかかってるんですが、いわゆるこのステレオサーベージをかけてない状態の音を聞いていただきます。医者の音だけ灰ざらす日がな捨てられない今もそこにだけあんたがいるような気がして。はい、ですね、まあ、ギターとボーカルだけなんですが、まず、レンジよく、まあ、ミックスはしてますので、さほどこう物足りなさというのはないと思うんですが、でもさらにですね、例えばこれがライブの音源だったりするとですね、さらにこう臨場感を出したりしていくのにはこのステレオサーベージというソフトはとってもいいんじゃないかなと思っております。ちょっと拡大して見ていただきますね。はい、左の方にエフェクトというのがありますが、今はグレーアウトしています。ステレオアジャスト、まずこれだけでどんな効果が出るかをさせていただきます。医者の音だけ灰ざらす日がな捨てられない今もそこにだけあんたがいるような気がして、泣いたんやも好きなんやも聞いてみます。しょうがないや惚れたいやアホなんやも、入れてみます。ふりしてあんたを困らせた悲しい目のあんた。はい、これでもすごく、ワイド感が出たと思うんですが、左の方にエフェクトというところがあります。まあ、ボックスと書いてありますように、まあ、ボーカルとかにいいような機能であったり、リレイ、エクスパンド、スプリットとなっているんですが、この中でもこのボックスとスプリット、ここなんかが一番効果的なエフェクトを埋めると思いますので、ちょっと聞いてみてください。医者の音だけ灰ざらす日がな、まずはボックス捨てられない今もそこにだけあんたがいるような気がして、泣いたんやも好きなんやもしょうがないや惚れたいやアホなんやも。これはですね、これはですね、
4.2 セントと書いてありますように、ピッチをですねずらすというふうに、するんですね。ですからこれをあまり変えるとですね、最終は、ずっと上げていきますと100セントというところまでいきます。ということは、ピッチが半音ずれるということになりますので、とんでもないことになります。泣いたんやも好きなんやも。特殊な効果をつけるにしても、まあ、最大20セントぐらいまでかなと思います。タイミングの方もずらせまして、タイトからルーズまで、やれます。もうルーズと両方かけるとかなりですね、タイミングがずれます。愛ざらす日がな捨てられない今も、そこにだけあんたがいるような気がして。ということで、一般的なダブリング効果というほどに、思えるような、いわゆる仕上げをするためにはどれぐらいがいいかというのをやってみます。泣いたんやも好きなんやもしょうがないや、惚れたんやアホなんやも。今切ってます。酔ったふりして入れます。あんたを困らせた悲しい目のあんた優しすぎた。どうでしょうか。とってもですね、厚みのある少し変わったエフェクトができます。ちょっとディレイエクスパンドは、簡単にだけ説明します。あの夜はただ逃げたかった、そのぬくもりが信じられへんかった。夜の音はい、このエクスパンドはある部分を強調してですね、そこにワームというので、まあ、あの世間で言うサーチュレーション効果を出すものです。そして一番優秀で、このステレオサーベージのバージョン 1.2 で追加されたスプリット、これが一番自然に聞こえると。マニュアルでもそうなっておりますが、ちょっとやってみます。だけ「愛ざらす日がな捨てられない今も、そこにだけあんたがいるような気がして」「泣いたんやも好きなんやもしょうがないや、惚れたんやアホなんや」このノブをですね、回すと、まあ、ここにフォーカスと書いてますように、今度は周波数の高いところを、だけをこう広げるとか、こちらに行くとそのフォーカスのターゲットがですね、中域の方に、下がってきます。中域になると人の声とかがたくさんある周波数になりますので、より広がったように見えるんですが、でもそれをやりすぎると強くなりすぎてですね、少し違和感ができてきます。いわゆる音楽に芯がなくなってしまいますので、あまり左に落としすぎるのを気をつけるということで、そこらをちょっと聞いてください。「捨てられない今も
そこにだけあんたがいるような気がして、すごく広がったような感じで、エフェクト効果としては面白いと思います。あとはですね、このベースバイパス、広げすぎたことによって、低音が出すぎた部分をカットします。夜のほとりであんたの夢を見る、許されるならもう一度抱きしめてよ、切ないやもう分かったやもう、ありのままの私見せて会いたいやもう、はい。ということで、右の方の LFO はですね、これはきついディレイのように、ふわ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 ですね、するような効果になりますが、実用的ではアコースティック的な音楽では あまり意味がないと思いますが、ダンスミュージックなんかの方ではこれも効果としては面白いかと思います。あとこのメーターリングの見方が面白いんですが、ここで、ワイドを広げるのはいいんですが、広げすぎるとこのフェーズが反対の方、左の方に行きます。これを右に振ってる時の方がちょうどいいということでマニュアルにも記載されています。ですからあまりこのワイド幅を広げる時に、この黄色のメーターが下に来ないようにですね、広げすぎるとこうなります。こういうふうに左の方ばっかりに、黄色のメーターがいきます。カスカスした感じになってしまいますね。悲しい目のあんた優しすぎた、あの夜はただ逃げたかった、そのぬくもりが信じられへんかった、夜のほとりであんたの夢を見る、許されるならもう一度抱きしめてよ、切ないやもう分かったやもう、ありのままの私見せて会いたいやもう、もう一度バイパスしてみます。そこにだけあんたがいるような気がして、泣いたんやもう好きなんやもうしょうがないや惚れたんやアホなんやもう、はい、どうでしたでしょうか。僕がいろいろステレオ感を出すソフトでですね、3つ4つ試した中では一番ですね効果が現れやすく、そして、調整によっては一番自然にできるソフトでですね、そんなに高くもなく、手頃な価格で導入できそうですので、皆さんね、この
臨場感を少しプラスしたりする、ですね、そして、ちょっと視聴者の方から聞いた時に、少し、広がりがある素敵なサウンドになるにはこういうツールもいいんではないかなと思ったりしております。ということで、今日も、ご視聴ありがとうございました。村長でした。